どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、さくらで気功場を挑戦していこうと思います。はい、25ターンのスキルでね、変身するとこんな感じ。50倍除去が2つ、7強3つに無効貫通と、火力めっちゃ高いです。しかもスキルは指とね、操作時間が 1.5 倍。で、6解除し闇3個生成が2ターンスキル。超強くね、今日は桜使っていきます。で、このキャラね、リーダースキルが強化されまして、攻撃力が20倍から 22.5 倍に上がりました。はい、これによってね、火力かなり安定するようになったんで、使っていこうと思います。行きましょう。はい、じゃあ編成紹介していきます。リーダーはソフィーで76運用していきます。で、エミアライダー装備継承ですね。そして、ミラボレアスリダチェンして使っていきます。ボンタ君継承です。で、アララギですね。毒目覚めつけてあげて、赤座装備継承。そして、カナオはお邪魔目覚め耐性つけてあげて、闇リーチャ継承です。そして、ベリアルですね。遅延2つに、回復潜在プラスですね。つけてあげて、そして、チャコル装備継承。そして最後、桜がヌラリヒョン装備継承って感じになってます。今日はこちらの編成を使って、実際に挑戦していこうと思います。行きましょう。挑戦しようと思っている人に一応立ち回り乗せておきますね。はい、ぜひ参考にしてください。はい、とりあえずね、1階層はチャコル打って耐久していきました。じゃあこのままぶん殴っていきましょう。ついでに火力も見ていきます。無効貫でどんぐらい火力が出るかだよな、正直この編成。さあ行きましょう。回復力はかなり安定してるんでね。こんな感じで回復音消し入れてあげて、ゴリゴリ回復してあげてからの11コンボ、12コンボ。あ、L 字忘れてた。危ねえ。ぶっ倒していきます。そう、この編成マジ忘れがちなんだけど、L 字必須なのよ。絶対どっかで L 組んでください。はい、ここに関してはもうこんな感じでぶん殴ってあげれば OK。絶対これで耐えれるんで、こんな感じでぶん殴ってあげて突破してください。さあ、これで削り切っていきます。いいね、軽く高いね。で、桜とかは自由に打てるんでね、最初のジャーティ経験もあって負けないんですが、全然桜とかも打ってあげて OK です。はい、2階層も L 字でサクッとぶっ倒していきましょう。で、続きまして3階層ですね。3階層はまずベリアル打ちます。で、ここからですね、ベリアル貯めてあげてください。闇吸収の場合は闇エル組まずに耐久してあげれば OK。闇吸収じゃない場合に関しては、普通にね、最初はまず闇エルを組まずにスキルダメしてあげて、その後、ぶん殴っていってあげれば OK です。じゃ、とりあえず一旦こんな感じで、7コンボ組みながら回復音消し入れてあげて耐久していきます。ここね、ちょっとめんどくさいんですが、ベリアル貯め直しをお願いします。カット3階層もベリアル貯めて突破してあげて、4階層もぶん殴っていきます。あ、正面この編成なんか序盤はそんなに見どころないんであれなんですけど、まあ、この編成のいいところとしてはやっぱね、回復力なんだよね。これ意外と普通の編成なら回復間に合わないパターンだと思うんだけど、ちゃんとね、L 組んであげて、回復も入れてあげると、この16コンボ、17コンボ、さあこれで、あ、回復いらんかったけど、43万回復するんですよね。だから回復力めっちゃ安定してる点はね、この編成のすごいいいところかなとは思います。はい。続きまして5階層ですね。ここは桜打ちます。はい、桜打ってあげて、突破していけば OK なんですが、まず1ターンね、ベリアルのスキルダメだけしておきましょう。もうスキルダメめっちゃ簡単なんで、こんな感じで、L 組めてないよ、気づいた。危ねえ。本当にこの編成 L 組み忘れがマジ負ける要素なんで、注意してください。こんな感じで火の L 組んであげて、まず1ターン耐久でベリアルのスキル貯めます。で、その後桜打ってあげて、エンハ上書きしてあげて、ぶん殴っていけば確実に突破していけると思います。操作化耐性もこれで消えるんでちょうどいいですね。耐久に関してはもう申し分ないです。しっかり耐久できます。で、あとは桜打ってあげて、エンハンス上書き。で、まあ回復1セット入ってれば普通にぶっ倒せますし、まあ万が一不安な場合、今回みたいにね、ちょっと HP ギリギリな場合に関しては、こうやって闇の4消しを、回復の4消しをしてあげると、ぶっ倒すことができます。ぶっ倒すことができる。ぶっ回復することができます。はい、これで一瞬で100万ぐらい回復してくれると、化け物ですね。で、しっかりと2パンしてあげれば OK です。あと、この編成皆さん追い打ちがありません。ちょ、マジでもう絶対俺追い打ち忘れるから、もう言っとくわ、絶対に追い打ち皆さん組んでくださいね。本当にもう追い打ち組み合わせれるやつは本当にやばい、ガチで。いや、もうね、これ今だったら分かってんだけどね、なんか実況してね、熱が入ってる時にこう追い打ちを忘れることよくあるんですよね。なんで注意していこう。はい、とりあえずここもね、しっかりと15コンボ組んであげて突破していきます。闇欠損してるけど桜あるんで全然問題なし、これで突破していきましょう。で、続きまして6階層ですね。ここは遅延が来るはずなので、そうですね、リーチャが2ターン分たまらないんで、2ターン待ってあげてからぶっ倒していきましょう。どっちみち荒滝も貯めなきゃダメなんでね。はい、貯めていきます。2ターン耐久したら闇リーチャ打ってあげて、これで盤面生成。さあ、闇何個、6個か。だったら桜打ちましょう。桜打ってあげて、ちょうど9個にします。で、このままぶっ倒していきましょう。あ、そっか。リーチ情報修正入ったから3ターン吸収無効になったんだ。ミスっても良くなったの、めっちゃいいね。
で、まあ、この編成のね、注意する点は、マジで L 字消しをね、忘れないことなんで、ちゃんと L 字組んであげてぶっ倒していきます。はい、もはやもう L 字2個組んでいきましょう。しっかりと、桜でね、エンハンスも乗せて、無効感も組んで、アワリン含めてまず一発ぶん殴っていきます。これでちゃんと根性まで持っていく。オッケー。で、ここで次赤座打ちましょう。こう必ず赤座打ってあげて、半減スキル打ちます。で、まあ、カラーのソフィーかミラボ打ちましょう。ミラボ打ちます。はい。ミラボレアス打ってあげて、で、しっかりとぶっ倒していきます。で、ここもね、L 字消しだけミスらないようにしてください。いや、本当にこの編成冗談抜きで L 字ミスらんかったら絶対に負けないからね。ちゃんと L 字だけ見せないようにしてぶん殴っていきます。さあこれで13コンボ闇エルも含みながらしっかりと突破していきます。これで42億ミラボレアスが強い、桜も21億突破していきましょう。で続きまして7階層ですね。もうこいつに関しては普通にぶん殴るだけ突破してあげてください。さあ一旦 L 字組んであげて、これでまず半分まで削りで、しっかりと半減張ってるんでね、耐久することができます。はい、吸収無効？何それ？吸収無効だと？でも 99% 盾だから別に関係なくね？なので、ここに関してもしっかりそのままぶっ倒していきます。あ、そういうこと？闇リーチがあれか。吸収無効。めっちゃ完璧な編成じゃん、この編成。怖っ。はい、しっかりと完璧な編成をね、使いながら闇のエール組んであげてぶっ倒していきます。さっきら打った方がよかったかな？倒せっかな？多分。いけるっしょ。17コンボ。さあ、これで。オッケー、突破していきます。はい、さあ続きまして8階層ですね。めんどくさいやつ来た。こっちがダントツでめんどくせえ。この俺ちょっとね、昔ねパールバティに悪口書いた動画がね TikTok で少し伸びてたんだけどね、でも本当に僕パールバティ嫌いなんですよね。まあ、とりあえずまずですね、こいつ来たらソフィー打ちましょう。はい、ソフィー打ってあげて、半分行った時にカナオかサクラ、ソフィー、アララギか、ソフィー、ミラボレアス、打ってあげてください。一旦、無効感組んでいきますね。さあ、無効感で、どのぐらい削れるのかなんですよ、問題は。これでちゃんと削ってくれれば全然いいんだけど。はい、一回無効感組みましょう。この編成は、カナオとサクラとミラボレアスが無効感軽くあるんで、ああ、オッケー、全然削れてはいるね。で、意外と軽く出ないから逆に L 組んで削るのもありかもしれない。普通に削れそうですね。じゃあ削っていきます。はい、とりあえずこんな感じで半分まで削っていきます。よいしょ。危ない。で、ここで、金を打ちましょう。金を打ってあげて、チェーン入れます。はい。考える必要はない。で、これでね、もう3ターン以内にできればぶっ倒していきたいですね。じゃあ一旦削ってみますね。いきます。まあ、さっきちょっとね、買い花火だったんですけど、ミラボ打ったら盤面6コンボしかできんくて1000万ダメージぐらいしかなかったんでカットしました。はい、じゃあ一旦 L 含みながら無効感組んでいきましょう。さあ削れるかな、これでちゃんと。 OKOK もう十分、ああてか十分てか根性だ。はい、じゃあここぶっ倒していきましょう。で次の階層で追い打ちが絶対にいるんで、まあ一応ちょっと回復残しながらぶっ倒していきますね。まあ、全然そんな意識することもないんだけど、あまりにも回復なさすぎるとやばいんで、ちょっと残しながらぶっ倒していきましょう。さあこれで何コンボだろう、8コンボ9コンボ OK、 ぶっ倒していけますよね。はい、これで倒していく。よっしゃー、最難関抜けた。マジでこのダンジョン一番強いのパールバティなんじゃないかってレベルでパール強いよな。でこいつ無効感でいいか、さくら打って無効感で削れんかな。ちょ PDC 見てみます。やっぱワンパンは無理なんで、しっかりと一発ぶん殴ってからあとは L で突破していきます。てかこれね、ソフィーがやべえわ。俺さ、あの、副属性一切考えずに計算しとったから、ちょうどいい感じで削れると思っとったらね、ソフィーの副属性エグすぎてね、もうめっちゃ削ったわ。はい、ただしっかりと闇エール含みながら突破していきます。まあ、ここはワンパンできないんで、ツーパンしてあげれば OK ですね。闇ドロップの数何個？ 5 個か。まあ、いいや、とりあえずこれでぶっ倒していきます。はい、続きまして、10階層。どっちが来るかなんだけど、まあ、バルディンはね、意外と強くない。まあ、とりあえずベリアル打って回復していきましょう。無効感全力2回で倒せるんで、そんな痛くはないですね。まず一旦 L 組みます。正味ね、このね、こっち側の編成の火力がやばすぎるからね、どうにでもなるんだよね。火力に関しては。
はい、しっかりと L 含みながら回復運ゲシ入れてあげて10コンボ。さあ、これでまず1回耐久しますと。で、あとは桜打ちます。で、無効管で全力コンボしていきましょう。ここはね、もうね、火力ぶっ刺さるんで、どうにでもなります。まあ、1個注意してほしいのは、L 字ゲシをね、忘れないでくださいってことですね。よいしょ。こんな感じかな。無効管含みながら L も含んであげて、13! 絶対いけるしょ、俺は。いや、闇4セットは逆に怪しいけど、まあどうせワンパンはできないんで、OK! こんな感じで削り。で、からのもう1ターン待ってから桜打ってぶっ倒していきましょう。それで OK です。じゃあいい感じに削れたんで、まず桜打ちますね。桜打ってあげて、金を打ちます。で、追い打ちと無効管含みながらぶっ倒していきましょう。まあ金はどうせすぐ溜まり直すんで、別に打っちゃった問題ありません。で、ここで無効管組んであげて、L 字忘れとるな。オッケーオッケー。こんな感じかな。はい。追い打ち無効管含む L 字消し。で、これでぶっ倒していきます。12コンボですね。さあ、12コンボ組んであげて、これで突破していきましょう。追い打ち無効管で突破していきます。はい。で、続きまして、11階層ですね。桜打っちゃったんで、1ターン目は軽く出しづらいんですが、誰？グランディスか。グランディスに関しては、とりあえず初手炎波で削っていきましょう。42は簡単に出せるんで、タイルキラーのおかげで。まあ、まず普通にぶっ倒していきます。いきますね。L 字だけ、もう何が何でも忘れない。何が何でも忘れないでください。こいつ相手に L 字忘れるとか倒せるわけないんで。硬いんでね、こいつは。はい。こんな感じかな。L 字と無効貫通含みながら、まず一発全力コンボしていきます。12コンボですね。はい、これでぶん殴ってあげて、オッケーオッケー、もう普通にぶん殴って、で、からの、ガドブレは多分これね、この編成ガドブレ消しちゃってるんで、無効管なんで、なのでもう普通に全力コンボでぶん殴っていきましょう。もう正味ね、ミラも打っちゃっていいんだよな。まあ一応次の回想千里が来たらいるんですけど、まあ別にもう気にしなくていいや。無効管打ちまーす。本来、桜で無効管組んでもいいんだけどね。あ、てか、ルーレットあるから桜で無効管組めばいいやん。まあいいわ。とりあえずぶっ倒していきましょう。いきまーす。あんま深いことは考えなくていいわ。で、指も長いから、もうパズルミス先しないように、あとは組んでください。こんな感じかな。はい。しっかりと無効管含みながら、L 字含んであげて、13コンボですね。さあ、これで15、16、17、18。19、20、21! さあ、これでしっかりとぶっ倒していきます。で、万が一次千里が来たらね、荒らぎ継承の赤座溜まってるんで、それを打ってあげましょう。12階層。まあ、来ないんですよね。4分の1なんで。まあ、来た場合は赤座あるんで大丈夫です。最悪、ボスまでに溜め直せばいいんでね、いくらでも溜めれます。で、こいつに関しては、もうとりあえずベリアル打ちます。はい。エミメトはベリアル打ってあげて、からの桜を打って削っていきましょうか。どうせワンパンできないんでね、もうここら辺から敵硬すぎるんで、絶対ワンパンできないんで、一回ちょっと削り様子見ていきます。はい、じゃあしっかりと、よいしょ、待って、パズルミスが本当に怖くなってくる、ここら辺からは。闇エールですね。闇エールで、しかも泥鏡入れよう。泥鏡入れた闇エールで、まずこれで10コンボぐらい組んでいきます。13コンボ。14、15、16。さあ、どんぐらい削れるか。硬すぎ。まあ、こいつもめちゃめちゃ硬いんでね。ただまあ火力意外と低いんで、お次殴っていけば大丈夫かな。そんな強敵ではなさそう。今どちらかといえば一生パズルミスしてる自分が完全に敵ですね、これは。もうえぐいぐらいさっきからパズル組めてないんで。まあ、とりあえずエール組みながら削っていきます。はい、とりあえず闇エール含みながら半分まで持っていきましょう。17コンボですね。さあ、これでまず半分まで持っていきます。危なすぎやろ。こいつの発狂は、10% ですね。10% なんでまあ大丈夫だけど。でも早打ちにぶっ倒しちゃいます。行きましょう。こいつ強いよ、普通に。まず、追い打ち含んであげて、闇エール含んであげて、かつ全力コンボしていきます。ロックで見づれえけど、こんな感じかな。はい、これで追い打ち含む、闇エール含む、何コンボやろ？なんかいっぱいコンボ。13ぐらい、14ぐらい、組んであげて、さあ、これでぶっ倒していきましょう。強すぎるわ、こいつ。HP200 億伊達じゃないね。ただまあ、しっかりと倒し切っていきます。で、続きまして13。ゴルケイオスか。ゴルケイオスに関しては、もうソフィー打ってぶん殴っていけば OK ですね。こいつ発狂ないから、マジで。
いやもう発狂ないやつはいいやつなんよ、マジで。で、もう正味次の階層でどうせスキルも貯めれるので、さくら撃っちゃって、もう思いっきり行くわ。無効眼で行きます。で、L 字も忘れずに組んで、いいね、今日 L 字忘れないな、俺。今日追い打ちも L 字も忘れんぞ、俺。偉くね？やっぱ視聴者に説明すると忘れないんやな。よし、こんな感じ？他も別に追い打ちいらないんでね。はい、しっかりと L 字含みながら無効眼組んであげて12コンボ。さあ、これで削っていきます。いい削り。完璧やん。指現象食らうの？3。いや、全然いけるよ、正味。全然いけるけど、ずれたら怖いなっていう。3って、お前。いや、ほんまはミラボ打って、いや、ほんとはこれもうミラボレアスって削りでいいんだよな。いや、ありだな、それ普通に。ミラボってエル組むか。そうですね。そうしましょう。ミラボ打って、水エル組みながら回復エルも組んでぶっ倒していきます。あれ？あ、ミラボってば指延長あるやん。あ、ミラボレアスは神。うん。そういうハッシュタグ作るわ。エレジ含みながら、しっかり回復してあげて、9コンボ、10コンボ、11コンボ。さあ、これで、ぶっ倒していきます。いや、本当はね、闇残してればね、ミラボレアス残してれば、次の階層とか楽なんですけど。まあまあ、別にでもそんな気にしなくていいかな。はい。で、続きまして、巨山祭ですね。巨山祭に関しては、もう半分行った時、ベリアル打つぐらいです。それ以外は毎ターンぶん殴っていきましょう。で、本当は初手桜を打ちたいんですが、盤面が闇6個ないので、向こう側組めないんで、一旦こんなもんで削っていきます。ただ、あれなんだよね。ソフィーとかは向こう貫通がないから、ちょっと削りむずくなるっていう弱点はあるけど、まあ別にそんな気になくて OK。はい、しっかり耐久しながらぶん殴っていきます。まあ、ここ桜打っちゃって、万が一回復欠損したら、鼻落ちます。OK。じゃあ、ここ、無効眼でいきますね。回復エンハンスもないよな。OK、いきまーす。あと、これ、1個足んねえか。2個足んねえか。無効眼含んで、L 含んで、回復3でいけるよね、さすがに。いけないパターンある？いや、この編成の回復力舐めてもらったら困るわ。こっから3倍だから全然大丈夫。いや、めっちゃ削るやん。オッケー、全然大丈夫だね。はい、これでぶん投げていけば大丈夫だと思います。じゃあここは一旦耐久。じゃあここで桜打ってあげて半分目指していきましょう。しっかりと無効感含みながらでね、 L が欲しいんですよね。どこで組もうかな。とりあえず回復4、水、オッケー、火でいきます。はい、こんな感じで、無効感と L 字含みながら半分まで持っていきましょう。で、こいつは発狂がないタイプなんでね。ちなみに追い打ちとかはいりません。はい、これで半分。で、ここでベリアル打ちましょうか。ベリアル打って、さらにソフィー合わせてあげて、しっかり回復しながらぶっ倒していきましょう。まあ、ソフィーに関しては打つタイミングね、逃してやると逆にアシスト溜まっちゃうんでね。まあ、溜まっても強いんやけどね、スキル普通に。まあ、ここは溜まらないように打ってあげて、光分割、水で分割もしてあげて、いやもうこれ完璧じゃない？普通に。こんな感じじゃない？これで、L 字含みながら、無効感含みながら全力回復。てか、巨山祭来るとな、落ち込んだ人の方が痛いんだよな。それでもまあこんな感じで、全力削りしていきます。で、1ターン盤面整理して突破すね、次。は？は？なんで死んだ？は？なんで死んだ？いや、理由が分かりました。2ターンに1回桜打てると思うんですけど、あの階層2ターン連続で指現象を食らった場合のみ、負けるんですよ、実は。62万ダメージだから。まあ、別にこれって、2ターンに1回桜打ち続けてれば負けることないんだけどね。あのタイミングで俺盤面整理したくて、そう、桜打たんかったなんよね。最後のターン。で、それで62万ダメージ食らって、負けちゃったみたいですね。なので、ちょっと一回ね、やり直してきました。じゃあ実際にね、ボス戦やっていきましょう。とりあえず一旦無効眼組んで削っていきます。いやー、ちょっと普通に悔しいな。いや、結構ね、結構やったんですよね、あの編成も。いや、もう結
個をやった編成で負けるのが一番悔しいな。ちょっと今日ね、残念ながら今もう夜のね、11時過ぎなんでね、ちょっと動画時間的にも、ここで一回ギブアップしますが、ちょっと別の日にリベンジします。普通に悔しいから。ベリアル打っとこう。で、これで酸素税入ってるんで、ここでもう次蘇生ないんで、削っていきまーす。L でいっか別に。L で削りまーす。よいしょ。L で一回削ってあげて、で、次、普通に無互換で削りましょう。多分それがいっちゃいいから、まず一回13コンボで削って、はいはいはい。はい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 。ダッチペン落ちたけど、ここで無互換組んでいきましょう。よいしょ。はい、ここで桜打ってあげて、ちょ指現象今怖いからね。しっかりと無互換組んでいきます。で、プラス L 字も忘れずにね。ちなみにね、桜、ミラボラスに関してはね、普通に強いよ。普通には全然強いんだけど、問題としては、環境が最近インフレしすぎてること。正直他の環境のキャラが今強すぎて、なんか現環境わざわざこの編成闇属性で縛って使う必要性はないのかなとは思った。ただ、飛行場勝てるスペックではあるとは絶対に言い切れる。プレミしなければね。ちょっと、プレミしましたね。はい。じゃあここはしっかりと無互換組んでいきます。無互換組んで、よいしょ。オフの !OK、無互換組みながら、何コンボ ?11 コンボ組んで、これで、闇倒せっか?いや、無理だろ、どうせ。無理ですね。なので、もう一発 L 字でぶん殴っていきましょう。L で倒せんのかな?まあでももうちょっと、HP 的にもあれなんで、L で一回挑戦してみます。行きましょう。L 字消しで、全力コンボ足していけるのかこれ、なんとも言えない。ちょっと一応闇町でも作っておきましょうか。町でも作りながら13コンボ、闇闇降ってこない。いや降ってくる、これは言ったんじゃない、さすがに。闇コンボ強化の力でギリギリ残っとるやないかい。じゃあミラボ打とっか、めんどくさいし。ミラボ打ちます。6解除しながら闇生成してで、突破していきましょう。いきまーす。L 字、組んで、闇も組んで。はい、これで、無互換含みながらの、L 含みながらの12コンボですね。しっかりと、これで、ぶっ倒していきます。14コンボ。OK。で、ヘキサゼ温泉ですね。とりあえず赤座打ってあげれば、発狂も耐えれるんで、特にそこら辺の心配いらないかな。まあ、赤座打っちゃいましょう。4ターンなんで。赤座打っちゃって桜打ちます。で無互換で組んでいきましょう。いきます。マジで無互換最強なんで、とりあえず無互換組んで、よいしょ。なんで無互換含みながら L 含みながらの11コンボ、絶対いけるしょこんな。13コンボ、さあこれで完璧。強すぎやろ。で、ソフィエンハム打ちます、ここで。いや、なんか今日のヘキサゾン柔らかいっすね。よくわかんないけど、やっぱ編成が強いからかな。はい、じゃあここもしっかりと、メコカン、L、OK。まあ、L2 個もいらないんだけど、メコカン、L 含みながら、しっかりとぶん殴っていきましょう。さあ、これで半分までいけるのか?いけるのか ?OK! 半分まで削り切っていく。強え。で、ここはまずベリアル打ってあげて、で、からの桜打ちます。はい、こんな感じで発狂もしっかり耐えれるんでね。で、あとはちょっと L 組みながら削っていきたい。よいしょ。L 含みながら。OK! こんな感じかな。はい、L 含んで、これで、12コンボ、13コンボぐらいですね。で、ソフィーだけ軽くマジバケモンなんで、これでも多分42億出ますね。いや、ソフィーやばすぎな。いや、ソフィーが一人だけマジね、ズバ抜けて強いんだよね。ボス戦においてはもう、キラーぶつ刺さるんで、とりあえず、エンハンスとかなくても闇エル組んどけば、ソフィーは軽く入るっていう。はい、ちゃんとそんなね、ソフィーの力を使いながら、全力コンボで削っていきますと。はい。で、あとは、そうですね、桜打ちますか。盤面ゴミカスなんで、リーチを打ってあげてから桜打ちます。これで闇6コン買ったらマジ怒るぞ。オッケー、闇6。からの桜。で、いきまーす。上で、無互換組んであげて、
と待てよ。こうだな。こうしてこうしてこう。完璧じゃない？これでエル含む無効貫通含む12コンボ13コンボ、さあこれで突破していきます。はい、ということで今日はですね、ミアボレアスと桜を使って気候上攻略でした。まあ、正直回帰力的な安定感もあるんだけど、ワンミスで負けちゃう可能性もあるんでね、そこら辺の難しさはあるのかなって感じはしました。ただまあ桜一つゲルのはね、火力めっちゃ上がってるんでね、闇属性パーティーとしての火力としてはね、十分なリーダースキルになってると思います。ということで、チャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。